少女時代より愛犬との思い出に共に過ごした時間が幸せであったことを願います。写真イコールゆりインスタグラム少女時代のゆりが愛犬の死に悲しんだ。ファンには感謝の挨拶を伝えた。14日、ゆりは自身のインスタグラムに、ハニを愛してくれたファンの皆さんも本当にありがとうございます。ハニも天国で忘れないでしょう。私たちが共に過ごした時間が、幸せであったことを願います。また生まれ変わって私と会えたら、もうちょっと長くそばにいて、という書き込みとともに数枚の写真を掲載した。写真はゆりと愛犬の思い出がたくさん詰まっているものだ。写真を見たファンたちは、頑張ってください、ゆり、元気出して、全部うまくいくよ、などのコメントを寄せ